リカジグリーナは、モルドバ生まれのルーマニアの歌手、ミュージシャンである。2009年に、リリースされた国際的ロングヒット曲、ステレオラブで知られ、2011年に、米国のビルボードミュージックアワードのトップダンスソング賞を受賞した。モルダビアソビエト社会主義共和国の西部、ルーマニア国境のほど近くにあるカフル県で、母親は、ルーマニア人と、父親は、 ロシア人の間にて生誕した。2000年にラフマニノフ音楽院を卒業した後、ルーマニア西部にある都市、ティミシュアラに移った。音楽の勉強を続けつつ、地元ティミシュアラにある様々なクラブで音楽活動をしていた。その後は首都ブカレストに活動拠点を移した。彼女はそれ以来今日に至るまでルーマニア在住であり、現在はルーマニア国籍である。 2009年夏、エドワード・マヤ客演ビカジグリーナでファーストシングルであるステレオラブにおいてデビューした。ステレオラブは国際的に大ヒットを記録した。ステレオラブはビルボードヨーロピアントップホット100の歴史上最も長期間にわたってチャートインし続けたシングルとなった。彼女は2011年5月にアメリカ合衆国ビルボードから ビルボードミュージックアードトップダンスソングを見事受賞した。ステレオラブはアメリカ合衆国、カナダ、ドイツ、イタリア、スペイン、スイスをはじめその他数多くの国でプラチナムを獲得している。ありがとうございます。